ジャッジよりも大谷を選ぶ、米記者行天訴えた大谷翔平の希少性。今年のメジャーリーグで圧倒的なインパクトを残したのが、ドジャースの大谷翔平投手とヤンキースのアーロン、ジャッジガイ外野と共に本塁打打点の二冠王に輝き、今季リーグ MVP の最有力候補とされている。では、どちらがより印象的だったのか。 米メディア CBS スポーツの記者が自身の考えを寄せており、RJ、アンダーソン記者は大谷を押した。メジャー7年目の大谷は昨年9月に右肘手術を受けた影響で指名打者に専念。159試合出場で打率点310、197安打、54本塁打、130打点、134得点、59盗塁。 出塁率点390、長打率点646、オクス1.036というとてつもない成績を残した。43本塁打 &43 盗塁、43分43からメジャー初を次々と更新し、54-59にまで達した。新天地のドジャースで記録ずくめの1年を過ごした大谷。アンダーソン氏は、 生産性や価値を数値的に評価するだけなら、ジャッジのシーズンを選ぶだろう、とした上で、印象的というのを理解し難いという意味で捉えるなら、大谷を選ぶだろう、と主張した。確かにジャッジは58本塁打、144打点、オプス1.159など、大谷を上回る衝撃の数字を多く残した。それでも、1シーズンに50本のホームランを打ち、 50盗塁を達成する選手がいるというのは理解し固いこと、と大谷を評価する。さらに、その選手は健康な時には素晴らしい投手でもあるのだ。神話のような話で、過去6ヶ月間、毎晩のように見てきたこととは思えない、とも形容した。ジャッジが積み重ねた数字は凄まじいが、理解の範疇を超えている点では、大谷の偉業に軍配を上げている。